ソレスノーマンにやらせてください、東京ソレスのコレクションが最高に面白すぎた。どうも皆さん、こんにちは、ジャックです。はい、今日はですね、それスノーマンにやらせてくださいの方部でまた新しい企画、秋のコーデ対決ってところで、まあ東京ガールズコレクション、まあ、TGC とか、まあ、よくラウールがいっぱい出てると思うんですけども、まあ、それをオマージュというか、まあ、それを参考にお客さんがいる前でちゃんと楽曲を流してランウェイをしてっていうところで、秋のデートに着る洋服ってところで対決をしたんですけども、まあ、それがねやっぱ面白すぎたのと、やっぱそのジャニオタ、僕はスノーマンからジャニーズが好きだったわけじゃなくて、もともとジャニーズが、まあ、事務所が全体的に好きで、さらにそこからスノーマンが好きになったっていうタイプなんですけども、やっぱこの今までね、スノーマンといったら東京フレンドパークのオマージュというか、東京フレンドパークをやったりとか、あと秘密の嵐ちゃんであの洋服、桜井くんのダブルパーカーとかあったじゃないですか、二宮くんと一緒にやったランキングダービーとか、まあ、そういった部分も踏まえて、まあ、今回はその秘密の嵐ちゃんのマネキン5のスペシャル版みたいな、であの国民がさ選ぶじゃないですか、マネキン5との国民版が選ぶやつだったじゃないですか、まあ、年に何回かしかなくて、罰ゲームでは東京の、渋谷の109の看板に貼られちゃうみたいな、すごくねそれを感じた企画かなと思って、もっと9人がガチ対決をして、ちゃんと失敗した時にあの首だけ残っちゃう、この何とも言えない罰ゲームだったりとか、だから難しいですよね。スノーマンからしたら勝ちたいけど笑いにも行きたいしみたいな、実際ふざけてんのかなって思った人もいたんですけど、まあ今日はそこの部分を踏まえてお話ししていきたいなというふうに思います。でこの動画ではですね、まあ、ショッピーからあのお話ししていきたいなと思うんですけども、まあやっぱこのなんか嵐とかの、この秘密の嵐とのマネキン5とかみたいに、このゲストが辛口で、その何タレントの人たちメンバーがうーってちょっとうなされてるとこだったりとか、悔しそうな顔とかっていうのもやっぱこういうバラエティでは面白い部分かなと思いますね。なんかちょっとツイッターとか X だと若干なんか怒られてる人もいましたけど、その女性タレントに、まあでもあれはもうバラエティだからちょっと強く言わなきゃいけないし、僕はそこあんまりイライラとかはしなかったですかね。でショッピーなんですけども、やっぱショッピーってなんか何でも自分でできないじゃないですか、けどやっぱなんかバラエティ分かってるなっていうか、やっぱほんとショッピーってその勉学、スノーマン全体に言えることですけど、勉学できない人、勉強できない人非常に多いんですけど、けどこのとっさに言う一言だったりとかめちゃくちゃ面白いんで、やっぱ頭いいなと思いつつ、なんかバラエティとかもめちゃくちゃもう研究してんのかなって思っちゃいますよね。工事のバラエティを研究したらまた違う路線なのかなと思いつつ、このショッピーのねこの洋服、僕って可愛いじゃないですかって、この洋服をチョイスするときに僕って可愛いから、可愛いは正義なんでみたいな感じ言ってて、この人何言ってんだろうなみたいなね。洋服買いに行くときも店員さんに、これ女性にモテますかっていう、もう女性にモテるってか、あなたモテるでしょ、スノーマンなんだからって思うんですけども、まあ、それも踏まえてこれ女性にモテるかどうかっていうのを毎回店員さんに聞いて判定してるってとこで、洋服も自分で選べないのかみたいな感じですよね。紹介の時も面白くなかったですか、江戸川の B-boy みたいな、 B-boy って言ってもあのブレイクダンスの B-boy じゃなくて、美しい美にボーイのね、なんかテーマはね、俺の可愛いを要チェックみたいな感じで、めちゃくちゃ自信あるんだな自分の可愛いにみたいな、もちろん可愛いけどさ、なんかそれを堂々と言ってるのがショッピーのいいとこっすよね。でなんか最初はなんか伊勢丹の袋みたいな持ったじゃないですか、なんでどういうことと思ったんですけど、まあ、デート場所はねデパ地下で、まあ、しかもその AKB のギンガムチェックに対してチェックの伊勢丹の袋だったりとか、チェックのカーディガン、なるほどねみたいな、チェック攻めしたんだみたいなこれさ、僕めっちゃ笑っちゃったんだけどさ、あのショッピーがさ、まあ、ちゃんとポージングするじゃないですか、伊勢丹コーデで。その後に、まあ、ニコルからね、ダサコーデみたいな罰押された時に、ショッピーの顔が、え?みたいな。で、その後、みちょぱが、罰でダサコーデって言ったもん。ショッピーの顔がさ、なんかもうちょっといつもよりさらにワン段階白くなって、え?ふざけんなよみたいな、なんか、なんで?みたいな。ちょっと呆然としてる感じがちょっと見えて面白かったですね。なんか、本気で言ってるからこそ、なんで評価してくんないの?みたいな。そんな感じのショッピーが見えましたね。バブい感じが。でショッピーはダサコレになっちゃってね。まあ、土屋アンナさんはね、結構好きって言ってたけど、まあダメになっちゃって。なんで首だけ残ってんのかって。
普通落とし穴でいいじゃないですか、こういうのって。そしたら、まあ、顔はダサくないからね、みたいな。ウエンツかなが言って。ああ、なるほど。まあ、確かにそうだよね。洋服の対決だから、まあ、その洋服を見せないで顔は残しましょう、みたいな。まあ、しかも、スノーマンの番組だから、スノーマンの顔の残しとかないとね、面白くないですもんね。なるほど、みたいな。これすごい面白いなと思って、首だけ残すの。ショッピーがさ、あ、ほんとショッピーって面白いっすよね。なんかなんかショッピー真ん中とかで良かったんじゃないかな。でもそっか、一番最初で、これトップバッターで受け取るのがいいのかもしれないですね。なんかショッピー、この川北さんにね、まあみちょぱとかにはデパ地下でいっぱい買ってあげるって言われても食材じゃんとか、ニコルのね、その、伊勢丹行くんだったらチェックやめてよみたいな。なるほど、なるほど。まあ確かに理にかなってるな、意見とは、と思ったんですけど、川北さんの、ふざけてるよねってやった時のショッピーのなんとも言えない顔、あれ面白すぎませんでした。もうなんかちょっと笑いましたね。何やってんのショッピーみたいな感じで。ショッピーはね、そのギンガムチェックだったりとか、楽曲のあとそのチェックの柄でチェックの伊勢丹の紙袋、そして君をチェックメイトっていう、まあ、チェックって可愛い人しか着ちゃいけないからっていうところでやったんですけど、まあ、まさかのダメって言われてふざけてんのってみちょぱに言われて、いやーさすがショッピートップバッター最高だったって感じしましたね。で、次にね、ゆり組の伊達さんなんですけども、まあ、女性も初デートだから、伊達さんは、その、色を使いすぎてガチャガチャするよりも、まあ、ちゃんと初デートなんでジャケット着たりとか、色を絞ってコーディネートしていきたいなっていう風に言ってましたね。で、以前のマネキン5で、カバンがでけえって言われたから、まあ、モノトーンとか女性の気遣いとか、カバンはね、ちっちゃめでいくっていう風に言ってましたね、伊達さん。やっぱ怖いっすよね。あえて自分がガチで行ったところを本気のモデルに怒られるっていうか、ダメだよって言われたら凹みますよね。毎回毎回紹介いいっすね。伊達さんはね、気品をまとったプリンスみたいな、プリンじゃねえ、プリンスみたいな感じで、なんかエレガントとか、なんかそう思うとほんと一人一人のキャラ立ってるなって感じますよね、スノーマン。てかまず伊達さんすごくないですか。まあ、ショッピーもそうか。もちろんそのバラエティ担当のジーコとか、まあ、バラエティ担当だった相葉ちゃんとかもいたじゃないですか。もちろんやってるジャンルは違うよ。その動物系だったりとか、体張る系とか、もちろんやってるジャンルは違うんだけど、バラエティってとこだと、ちょっと似てるかなっていうとこはあると思うんですよ。だからモデル路線とかね、中島優斗くんとか、俳優路線とかも必ずどのグループにもいるじゃないですか。けどそうじゃなくて、この気品高い感じとか、ロイヤルみたいなキャラっていなかったですよね。そう思うと確かにロイヤル、ロマンチスト、セクシーみたいな、なんか、まあ、ケンティーなのかな、それで言うと。なんかキャラ立ってるなあ、あんまキャラ被ってないなと思いますよね。で、伊達さんが出てきた時に、まあ、包み込む大人コーデとか、こう京都をね、まあ、市場とかを歩くところで、まあ、格好としてはまとまってるなって言われてましたよね。で、その後さ、ちっちゃいバッグをね、出そうと思ったら、バッグちっちゃいから全然物出てこなくて、手こずっての面白かったですよね。でさ、除菌シート。まあね、その多分食べ歩きとか京都にするから、まあ、除菌シートはいるってとこで、みんながありがたいとか言われてたりとか、あとは、シミ抜きね、チョイスおもろみたいな。スパイスとか持ってきて、どんだけ持ってんねんみたいな。逆にスパイスとか入れたことによって、伊達さん笑いに行ったのか、笑いを作りに行ったかもしれないですよね。いらんやろって突っ込まれるために。けどなんかその、ミキ動作流れた瞬間に、ニコルが、なんでこの曲みたいな。で、ジーコも絶対選曲違うやろみたいな感じで。確かに、伊達さんのその京都で食べ歩きで、まあその、なんかモノトーンで収まってるじゃないですか。かっこいい。だからなんかその洋楽っぽい楽曲とかでも良かったのかなと思うんですけど、まあ、バチバチのヒップホップって感じで、ちょっと確かに、イメージと違いましたよね。伊達さん惜しかったっすよね。なんかね、みちょぱが、初デートでジャケットは嫌だみたいな。まあでもそこはまあ人によるかな。まあね、ラフな人がいい人もいれば、ジャケットが好きな人もいるだろうし。だからこれこそ M1 みたいな感じで、やっぱだから5人いるって感じですよね。それぞれ好みを持ってる人が。やっぱり、惜しかったっすよ、なんか伊達さん。伊達さんもマジかみたいな感じで。伊達さんも落ちた時の呆然とした感じ。めちゃくちゃ悔しそうでしたよね。バッジをつけてみましたっつったら、川北さんに出てこないでくださいみたいな感じで、やっぱりお笑いとしていいですよね、このなんかワンラリーできるのが。伊達さんもその落ちて食い下がるんじゃなくて、ちゃんと受けを取りに行くっていう感じが。確かにね、やっぱどっちかさ、洋服よりも音楽に対して突っ込まれてましたね。ミッキー道山ちゃうやろみたいな。確かにそれは僕もちょっとイメージ違うかなと思いましたけど、まあ、でも洋服はかっこよかったですよね。僕伊達さんさ、すげえなと思ったのがさ、サリナさんにさ、
だってさ、デート慣れしてんのか変なやつどっちなのって言った時に、まあ、あれは絶対に変なやつって言った方がいいじゃないですか。だからそれで浮きを取る。デート慣れしてるんです僕、キラリンよりも。まあもちろんアイドルやってるかっていうのもあるし、そのノリ的には変なやつを取った方がいいと思うんですけど、僕だったら変な方ですみたいな、その志村けんの変なおじさんにオマージュするかなとか、変なやつですとかって言うかなと思ったんですけど、後者ですって言ったんですよ。あ、後者って言い方あるんだみたいな、前者後者、なるほど、変なやつっていう言葉で言わないんだと思った時に、ちょっと一個ひねってくる感じ、最強かやって思いましたね。で、続いてはね、ひーくんめちゃかっこよくないこれ。いや、これこそ、まあ、これこそって言い方変だか。でも、なんか男の、ちょっとおしゃれな人しかできない格好って感じますよね。まあ、ひーくんのテイストとしては、もともと、ガチ私服。ワイルドな部分と、ガチの私服。そして、ありのままの自分を見せるだったりとか。まあ、ほんとだから、嘘偽りない、普段着てるものだよっていうのを見せるってところで、逆にそこもポイントが高いというか、ちゃんと自分の私服で自分がおしゃれと思うもので戦うっていうのが、ヒー君かっけーなって感じましたね。なんか紹介の時はさ、サスケに愛し、サスケに愛された男みたいな感じで、サンシャイン池崎か、みたいな感じで。笑いに愛された男みたいな感じで。で、アイドル界のストロングマンって言って。面白かったですよね。やっぱなんかその筋肉のアイドルっていう感じで、もう筋肉のアイドルっていうのは完全定着してますもんね。ひーくんのさ、その声で出てきた時に、今回バイクに乗る、格好っていうところと、いつもの光るっていうところで、まあ結構アナウンサーの人とかも言ってたんですけど、なんかね、コージがね、いつも私服やんみたいな感じで言ってて、本当にそれ着てるんだなって感じですよね。それもそうですし、かっこいい時だってかっこつける。んなのダメだみたいな。いつもの自分で行かなきゃみたいな感じを言ってて、ああ、確かにそりゃそうだよねみたいな。着飾るんじゃなくて、普段の自分じゃないと結局初デートだしね。だから一緒にアメカジバイク、バイカーコーデか。だから一緒にバイク乗るのかな。めちゃくちゃかっこいいっすよね。超ワイルドっていう。まあもうみんなからね、賛同か。もういい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 って言われて。で、メンバーからもらったライダースってとこで、まあ、川北真由子もね、そういうところもいいみたいな感じで。ほんとそうだよね。そういうところがいいよね。やっぱその、どんなに、僕もね、どんなかっこいいブランドも着ても、着飾っても、心の思い出品には勝てないなって思うので、ひーくん超かっこよかったです。いやー、買いたいな、あのライダース。僕バイク乗らないんだけど。ああ、なんか本当面白いな。その、なんかさ、さっくんがちゃんとさ、ひーくんが初デートで着飾っても僕が苦しくなっちゃうから、いつもの自分は見せた方がいいから、この格好にしましたってひーくんが言ったんですけど、まあそれみんな本当に賛同じゃないですか。その時さっくんが、考え方もいいぞーみたいな。すごくないですか？考え方もいいぞーっていうのはその煽りというかさに、ガヤ、すごくないですか？で、ヒークはもう殿堂入りして、まあ、唯一ね、3人目でやっと出てきた、まあ、殿堂入りってところで、まあ、ね、フエンツがね、結構、バンダナに口を置くのおかしいでしょとか言ってあげたけど、ヒークが、落ち着いてとか言って、まあ、ちょっとそこを笑いにしてるのが良かったですよね。はい、今日はですね、それスノーマンにやらせてくださいの、東京ガールズコレクションをオマージュしたそれスノーマンのやつについていろいろお話させていただいたんですけども、まあ、ぜひ皆さんの方でもですね、まあ、今回はショッピー、伊達さん、ヒー君しかお話ししたいんですけども、他の6人も違う動画でお話ししたいと思いますので、ぜひコメントで感想を教えていただけたらなってに思います。はい、自分はですね、こういったスノーマンの話っていうのを自分の思いや主観でお話しさせていただいているので、チャンネル登録、高評価で応援していただけたらなってに思います。ヒー君かっこよすぎた。またね。